こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。お花が育たない、枯れちゃった、病気になった、虫がついた、まあいろんなですね相談が、毎日 LINE の方に100件以上、それをですねコツ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 と、お答えするのが日々の業務の中心になっている古谷です。まあ、できるだけですね、僕も個人的にはですね LINE のお問い合わせを減らしたいというか、減ってくれた方が皆さんがうまく植物が育てられているっていう証拠なので、まずですね一番最初に見直してほしいところ、ここをですね今日はお話ししていきたいと思います。うまく育たないとかね、枯れてしまうなんかの 90% の原因と対処法ということでお話をしていきます。今6月後半っていう感じだと思うんですけど、5月まあヘトヘトに疲れたわけですよ。で、忙しいイコール自分のキャパをオーバーしてたりもするので、ストレスが溜まったりするわけですね。忙しすぎてストレスが溜まるとですね、夜眠れなくなってするんですよ僕。普通の人は疲れると寝れるじゃないですか。で、まあ5時に仕事を終えて家に帰ってちょっと昼寝して、夜じゃあ寝れるかと寝れないとかね、いろいろあるわけです。昼寝をしなくてもですね、寝れない時とかってあるので、僕ねパンを食べるとめっちゃ寝れるんですよ。小麦粉ってめちゃくちゃ寝れるじゃないですか。あと砂糖、これも寝れますよね。これまあ人体で言うと炭水化物とか糖質がこうバッと入ってくると、炭水化物も糖質なんで血糖値がガッと上がるんですね。で、血糖値がガッと上がると、人間こう緩んだりとかするので、それでよく寝れるっていう感じなんです。で、それをですね、まあ、ひたすら続けていたところですね、まあ、むくむくと太ってきまして、で、ちょっと今ですね履いてるジーパンがきついみたいな感じだったりするわけです。なんでこの話したかというと、結構これ大事なことで、早い話環境とか、日々の生活っていうのが整っていると元気です。植物も一緒、健康です。だけどこの環境が整っていなかったりとか、日々の生活、まあ植物で言ったら水やりとか肥料とか日照とか、そういったもの、風通しとか、そういったものも、整っていないと病気になりがちとか、なかなかうまく育たないとか、枯れちゃったとか、根腐れしたとか、虫ついたとかっていうことになりやすいんですよ。ということでね、今日はまあザザザザザッとですね15分以内ぐらいには終わらしたいと思ってるんですけども、3つのお話をしていきます。細かく言ったらもっとたくさんあるんですけど、大きく分けたら3つ、まず最初にこの3つ、これをねやっていただければなっていうふうに思います。基本的な環境を整える作業、これが1つ目。2つ目は基本的な水やりのサイクルを守ってほしいということ。3つ目は基本的な肥料の与え方。この3つですね。この3つができていれば農薬はいらないとか、土は何でもいいとか、そういったことは言いません。でも最低限この3つって自分の努力だけでなんとかできたりもします。で、一番努力してもどうにもならないのが環境を整えることだったりもするんですけども、まあ、外に置いてある植物っていうのはお天気にやっぱり左右されたりしますね。農作物もまあ不作だったとか豊作だったっていうお話を聞いたことがあると思います。それと同じようにですね、誰がやってもうまくいくかっていうと、環境だけやっぱりですね変えられないこともあるので難しいわけですね。で、この環境、これが悪いとやっぱりダメになる可能性が一番高いんです。プロの農家さんですよ。もう土作りめちゃくちゃ頑張ってる、肥料バッチリ最高のものを使ってる、環境を整える作業も僕ら以上にものすごく気を使っています。だけど長雨が続いてしまった、日照不足だ、日照りだ、台風が来たということでうまく育たないっていうことってやっぱあるんですよ。ある意味諦めなきゃいけない時もあるし、ある意味改善ができることもあります。ではちょっとね深掘りしていきましょう。まずですね、風通しがいいこと、これ1つ目、すごい大事です。で、この風通しの強弱なんですけど、観葉植物とかラベンダー、ゼラニウム、こういった風通しを好むものもあります。反対に風通しを好まないものっていうのもあるんですけど、基本的にはですね、ラベンダーとかは強風が吹いてるところでも強いんですね。ゼラニウムもそう。
だけどペチュニアとか、マリーゴールドはそこそこの風通しがいいよっていう感じなんですね。ちょっとですね小ネタを出すと観葉植物こっち側にあるんですけど、入り口のねドアを一日中開けっぱなしにしてます。夜は閉めますっていうような環境でサーキュレーターを回さなかったら葉っぱがね3枚黄色くなりましたね。これぐらい違います。サーキュレーターを回すと24時間回しっぱなしにすると観葉植物葉っぱ黄色くならないんですよ。ということで窓を開けっぱなしにしてても風通しがいいとは限らないっていうぐらい、まあ、目に見えないものなんで分かりづらいと思いますけど風通しってやっぱり外が一番すごくいいんです。なので、外に植える植物に関して言うと風通しそして日当たりこの2つを重要視してください。風通しと日当たりです。で風通しが悪いと何が起きるかというと葉っぱが黄色くなるっていうことは弱ってるってことなんですよ。で弱ると何が起きるかというと虫がつきやすくなる。例えばこの時期だったら観葉植物はハダニ、貝殻虫、この辺です。アブラムシ、この辺ですね。で、外の植物だとまあ同じですね。貝殻虫、ハダニ、アブラムシ、この辺になってきます。病気だとね、灰色カビ病とか、そういったものが出てきます。で、病気の名前を言っても、なんかこう、いまいちピンとこないっていう方は、この単語をですね、Google の検索窓に入れて、ポチッと押すとですね、ドロドロになった、お花とかが出てきます。まあ、症状別のね、お花とかが出てくるので、じゃあ、灰色カビ病になったから、ベンレートっていう農薬があるんですけど、じゃあこれを巻こうっていう対処療法的なものではなくて、そもそもの生活スタイルから変えるっていうことを基準に考えていっていただければなというふうに思います。生活スタイルっていうのは植物の生活スタイルね。だから、植える場所、置き場所、風通し、日当たり、この辺です。二つ目行きましょう。二つ目は水やりのサイクルです。乾いたらたっぷりっていう言葉がありますね。で、それをやってもらったらいいんですけども、ここまたね、非常に難しいところで、水が好きな、植物と、そうでもない乾き気味が好きな植物と、っていうような植物ごとにいろいろ違いがあります。これはですね、植物ごとの動画を見ていただければ全部お話ししてますんで、それぞれ探していただければいいと思うんですね。乾燥気味を好むのは、ゼラニウムとか、マリーゴールドとか、この時期だったらその辺、ペチュニアもそうですね。土が、鉢を持ち上げて軽くなったら与えるものと、表土が乾いたぐらいで与えるものと、常に与えてねっていう、常に湿らしといてねみたいな植物があります。で、常に湿らしといてねっていうものはほとんどないです。表土が乾いたら与えてねっていう植物に対して毎日ジャブジャブ与えすぎちゃったとか、鉢が軽くなってから与えてねっていう植物に、表土が乾いてからこう水を与えるっていうことをやってしまうと根腐れですね。根腐れしてしまった植物を復活させるのはすごい大変なんですけども、乾きすぎちゃってダメになっちゃった、要は枯れてきたっていう状態ですね。本来の、乾燥して枯れてきたっていう状態の植物を回復させるのは比較的簡単です。僕は比較的放置気味にしといて、ちょっとなんか水の張りがなんか感じられないなと思ったらあげる、水の張りが感じられないと思ったら鉢を持ち上げてみるとかしてます。水をあげてるとね、今朝の話なんですけど、ラベンダーの、まあ、幹というか枝というか、それが一本ですね、クシュクシュクシュ枯れてたんですね。で枯れてたんだけど、水あげすぎっぽい感じの枯れ方をしてたんですよ。で花もピンピンしてる、でも葉っぱが若干なんかちょっと下を向き始めてるかなと思って、で、これ水あげた?ってスタッフさんに聞いたらね、あ、昨日あげましたみたいなこと言ってるんですよ。で、でもなんかおかしいなと思って、持ち上げたら軽いんですよね。ああ、やっぱそうだったんだと思って、こう園芸長くやってても、やっぱり水に関しては、ちゃんと触るとか、持ち上げるとか、土確認するとかってことは、必ずやってます。まあ、やり始めの方がね、目視だけとか、触らないとか、鉢持ち上げない。っていうのはありえないんですよ。バスケの NBA ってあるじゃないですか。あの人たちですら基本的なこのシュートの練習っておそらく毎日やってるんですよ。だけどシュートの練習すらしたことがない僕が、俺明日から NBA で頑張ろうと思うからテスト受けに行くわって言ったら、はってなるじゃないですか。それと同じで、日々鍛錬してても鍛錬し続ける
ありますよね。だから日々土は必ず見る、鉢は持ち上げる、まあ重い、大きすぎて持ち上げられないものはもう触るしかないですけども、それすごく大事なんです。なのでそれをね、必ずやっていただければなっていうふうに思います。水やりのサイクルをもうとにかく良くする、で良くするっていうか正常化させるっていうふうに僕は言ってますけどね。冬と春と夏と秋、これ水やりの加減って変わります。要は土の乾くスピードが変わるから。そしてお天気、気温によっても水の乾き方変わります。置き場所によっても水の乾き方変わります。同じ鉢植えのゼラニウム2鉢買ってきました、隣同士で置いときました、これ水やりの加減こっちとこっちで変わるんですよ。変わるんで、それも非常に大事にしてください。必ずこっちの子はこっちの子はなんです。で、水やりはどれだけあげればいいですかって言ったらたっぷりです、下から流れるまでなんですが、鉢の大きさ、植え替えた場合は鉢の大きさによって土の乾きが違うので、たっぷり あげたいところなんですけど、あげれない場合もあります。もちろん例外もあるので、基本的な事柄、植え替えの時の、鉢の大きさってどれぐらいなのって言ったら、一回り大きい鉢っていうのは基本なんですけど、それを破っちゃうとこの基本が全部崩れてくるっていう感じです。では3つ目いきましょう。肥料の与え方、これですね、たくさんあげればいいかってそんなことないです。ちょっとだけにしとけばいいのかな、そんなこともないです。種類、まあ、いっぱいありますね、いっぱいありますね、肥料の種類ここにも並んでますけど、うちですら基本的なものしか出してませんけど、3種類、プロが使う基本肥料、サキマックス、マックスシゲル、この3種類があるんです。それぞれ用途が違うんですね。肥料の話は、まあ、別の動画で、しっかりとお話ししているんで短めにしたいと思うんですけど、基本的には固形肥料と液体肥料を両方使う。与える時期はその植物の成長期、生育期、ここ守ってください。この観葉植物の、まあ、ウンベラータがあるんですけどね、こっちが見えないですけど、ウンベラータがあるんですけど、この生育期はって言ったら、気温がまあ大体22、3度から30度ぐらいまでとかね、ラベンダーはって言ったら18度から25度ぐらいまでとかね、ペチュニアはって言ったら、まあ、18度から28度ぐらいまでとかあるわけです。じゃあ検索してその成長適温みたいなものってあるかって言ったら、特にない、書いてないんですね。生育適温期っていうのは、その植物がモリ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 育ってる時に加速つけてほしいから肥料なんですよ。で、元肥入れるとか追肥するとかってあるじゃないですか。で、元肥っていうのは土の中に入れるもの、追肥っていうのは土の上に撒くもの、まあ、固形の肥料だったらね。で、基本なのは固形のこのプロが使う基本肥料、そして、花を咲かせたいって時に使うのがこの液体のサキマックスなわけですけど、サキマックス、このね、サキマックスだけを与える方っていうのはすごく多いです。栄養失調になります。これね、レッドブルみたいなもんなんですよ。よし頑張ってみたいな感じなんですね。わかります。じゃあよし頑張ってっていうのを常にやられてたらどうか。毎晩の夕飯がレッドブルとかね、体壊しますよね。砂糖とカフェインに炭酸入れた水ですから、わかります。砂糖とカフェイン入れて水、炭酸水入れただけなんですよ。だけどカフェインって覚醒効果というか、目が覚めたりとか、頭痛が和らいだりとかっていう効果がありますね。糖分っていうのは血糖値ガッと上げてくれるので頑張れるっていうものなので、まあ人間の体に対して入れた時にドーンとこう瞬発力のある栄養素なんです。で、それがいいか悪いかっていうのは、まあ摂る量によって変わると思うんですけど、それもこれリン酸分なんで、このサキマックス、リン酸分をドーンって入れるわけですね。そうすると酒みたいな感じなんですよ。で、咲くためのものの栄養しか入ってないみたいな感じなんです。だけど葉っぱも育てなきゃいけないし、根っこも張らなきゃいけないわけじゃないですか。で、そう考えたら葉っぱを育てる肥料も根っこを育てる肥料も必要ってことになるので、このプロが使う基本肥料っていうのは基本的にしっかりと与えてくださいっていうことなんですね。このプロが使う基本肥料っていうのは4ヶ月持ちますので、1年間生きてる、常に肥料が必要っていうものでも年間4回しか与えな、あ、ごめんなさい、3回しか与えなくて済むっていうことなんですね。で、通常ペチュニアとかサフィニアだったらもう春に1回あげたら4ヶ月で夏ですよね。で、秋も咲かせたりしたら夏終わったらもう1回あげるぐらいの2回なんですよ。夏に枯れちゃうよっていう植物だったら、まあ1回でも済むみたいなことはあるんですけど、これ1回とか2回とかってあげるだけなんですね。観葉植物に関してもそうです。マックス茂るっていうのがありますが、僕はこれだけにはしないです。これね、液体のものって即効性があるんですね。錠剤と液体のお薬みたいな風に考えていただければ分かりやすいです。液体のお薬って点滴みたいなものなんで、スパーンと効くわけですよ。
だけど錠剤のものっていうのは、それがお腹の中に入ってから溶けてから聞き出すみたいな感じなんで、これは鉢の上に置くわけですから、水を入れるたんびに、溶け出してきてじわ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 ゆっくり効くっていうものなので、これ使い方ね、こういうダブル使い、こういうダブル使いということで基本的になるわけです。一番うちで売れてる肥料がこれになるっていう。サキマックスよりも、使う頻度が高いから、まあ、お求めいただいている方が非常に多いという感じです。こんな感じで対処法。対処法っていうのは元に戻してあげるって感じです。なんか追加するっていうイメージじゃなくて、元に戻す、真ん中に戻すみたいな感じですね。原因のほぼ全てが環境、そして水やり、そして肥料の与え方。で、肥料の与え方が原因だっていう場合はものすごく少ないです。ほぼほぼ全部環境か水やりの2つ。なので、そのあたり見直してみていただいて、育っていただけると嬉しいなというふうに思います。植物ごとですね、どうしてもわかんないっていうことであれば、LINE の方に質問を入れていただければ手が空いた時に答えたいと思います。この動画見ていただいて面白かった、役に立ったっていうことであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さようなら。